受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、今日も過去問ですね。平成21年、区立九段中等適性検査1、問いの2番ということで、解いていきたいと思います。ちょっとここに問いの2と入れておきますね。この問題ね、問いの1、解いてきましたけれども、問題は、タクシー、バス、電車、等を使って、自宅から、会社まで行ってみましょうよということで、その時に、1番については二酸化炭素の排出量、経路によってどれだけ違うかというのを求める問題でした。そして、問い2の方ですね。こちら、問題読んでいきます。次の条件の下であなたが玲子さんの自宅からお父さんの会社に行くことにします。あなたがこの条件の下で行くとしたらどの行き方を選びますかということで、条件、今日は2月3日、現在10時00分、天気は雨。大きな荷物を持って正午までにお父さんの会社に行かなければならない。という条件があります。天気は雨と。いうのと、正午までですね。に着かなければならないということで、時間の制約があります。10時から正午までということなので、2時間以内に到着しなければならないという条件がありますね。以上を踏まえた上で、括弧1番です。通っていく駅かバス停を記号で順番に答えなさいということなんですけれども、じゃあどの経路を取りましょうかということになりますよね。まあ、まずはね、時間の制約がありますので、ここのところですよね。どの経路を取っていけばいいのかというところですけれども、まあ、ここで重要になってくるのが、各バス停、電車、乗り換えに10分必要だというところ。ここをね、見逃さないようにね、してくださいね。条件ですよ。ここに書きますね。10分。必要になってきます。そして、それを踏まえてね、計算するんですけれども、まあ、例えば、A, D, G, H, I というような経路を取ったとしましょうか。そうすると、A から D についてはね、徒歩ということなんですけれども、D, G, H、ここでね、10分ずつ待ち時間かかりますので、全体としてはね、こちら、あ、すいません。先にまず時間出さなきゃいけないですね。各経路にかかる時間というのをもう、まとめてね、先に全部出してしまった方が早いので、計算して出してしまいます。例えば、A から D、徒歩で行きますので、2キロの距離を時速4キロで行きますので、距離割る時速、2割る4で2分の1。これが時間になります。2分の1時間ということですので、30分ですよね。ですので、30分と書いてます。同様にね、D から G については、10キロの距離をバス、時速20キロで行きますので、こちらも10割る20で2分の1、30分。同じようにね、すべての経路を計算してこのように時間を書いたんですけれども、このように書いてあげて、それぞれの経路でね、どれだけ時間がかかるかを出していくわけですけれども、まあ、A、D、G、H、I の場合、30分、30分、10分、30分を足すんですけれども、それに待ち時間の10分がそれぞれ D、G、H でかかりますので、結局のところ A、D、G、H、I のコースを取ってしまうと2時間10分かかるということになります。これは条件に反しますよね。10時に出て2時間10分かかるということは、到着が、12時10分になりますので、正午を過ぎてしまいます。ですので、ADGHI、ちょっと、選択すべき経路としては、まあ、よろしくないですよね。時間に間に合いませんからね。そして、そのようなことを考えていきますと、まあ、私が取ったのは、A、B、E、F、I という経路を、取ることにしました。それぞれのね、停留所で10分ずつ時間が取られて40分待ち時間あるんですけれども、それを合わせても、1時間48分ということで、一番ね、
他の経路に比べて早く着きますので、ここを選びました。それからね、あと理由としては天気が雨というところも考えました。大きな荷物を持っていかなければいけませんので、まあできるだけちょっと歩きたくないなと。まあ雨の中を歩いていって大きな荷物濡れてしまったりすると困りますからね。そこのところも考えて、家の前からバスに乗ろうということにしました。ですので回答の方はカッコ1、A、B、E、F、I ということで、書きます。そしてカッコ2番、カッコ1の行き方を選んだ理由を答えなさいということですけれども、まあ今説明しました通り、できるだけ早く会社に着くため、そして、雨で荷物を濡らさないように、できるだけ歩かないようにするためと、以上2点を挙げました。そして、カッコ3です。カッコ1の行き方にかかる時間は何時間何分ですかと、すべて計算してあげると1時間48分になりますね。ちょっと書く場所がなくなってきてますけれども、1時間48分と。いうことになります。これはね、もう単純に、分を足してあげれば、もう出てきますのでね、108分と出てきますから、108分は、1時間48分ということですよね。そして、カッコ4。カッコ1の場合の二酸化炭素の排出量は何グラムですかということで、これについては、今度はね、こちら足してあげますよね。510。A, B, E, F, I ということでね。510、180、306、1935ということで、これをすべて足してあげますと、2931ということになりますね。ということでね、ここのところちょっと問題からそれますけれども、カッコ1、問1の方ね、問1の方で見ましたけれども、タクシーを使わなければね、1200、二酸化炭素排出量に 1200g で済んだんですけれども、ちょっとね、こちらのコースを使うと2931ということで、2倍以上の二酸化炭素が出てしまいます。まあしかしね、ちょっと天候など、天候や到着時間などの制約がありますので、やっぱり、ちょっとね、二酸化炭素排出量多くなってしまうけれども、ちょっと、できるだけ早く行けるコースを取ろうかなと、雨が降ってるので、濡れないようなコースを取ろうかなというようなね、選択、普段からしてしまうことありますよね。そういう時にやっぱり二酸化炭素の排出量がちょっと多くなってしまうなというようなところ、これは、意識しておかないといけないですよね。二酸化炭素の排出量を減らすことも大切ですけれども、やっぱり、便利にね、行きたいと、便利に生活をしたいということを考えると、どうしても犠牲にしてしまうというようなところが出てくるとね、そのあたり、この問題ではね、ちょっと問題提起として、皆さんにも問いかけているのではないかなと思いますね。そして、カッコ5です。カッコ1の場合の料金はいくらですかということですので、これは料金の方が、表に一覧になっています。タクシーですと1キロ300円。バスですと各区間で210円、電車ですと160円というような形ですので、これね、経路に従って、すべて問題文に従って計算してあげると2080という数値が出てきます。ちょっともう書くところありませんので、この辺にね、書いときますけれども、経路が決まってしまえばね、括弧3、4、5については、問題文の指示に従って計算をしてあげれば、答えの方を求めることができるということになっています。ただね、この問題、表に、移動速度、二酸化炭素排出量、そして料金書いてありますけれども、それぞれの経路でどれだけの二酸化炭素が出るのか、それぞれの経路でどれだけの時間がかかるのかというのを、経路、このようにね、経路の図を、何個か書いてあげて、すべて表記してあげるとすごくわかりやすいと思いますね。整理しやすいと思います。逆にこのように整理しないと、ちょっと問題の方、ややこしいですので、整理がうまくできないということになります。ですので、この問題のポイントとしてはね、経路図を何個か書いてそれぞれ、
二酸化炭素時間、そしてまあ料金のものもね、書いてあげるといいと思いますけれども、それを問題のね、余白ありますよね。そこに、自分で書いてあげるということが重要になりますね。経路図をね、書く手間をね、惜しんでいると、もう計算の方でより多くの時間を費やさなければならない。もしくはもう何が何だかわからなくてちょっと混乱してきてしまうような状況にもなりかねませんので、この問題はね、まあ情報の整理がポイントになりますよね。図を書きましょうということになります。では皆さん、受験に向けて、頑張りましょう。